これか。あ、あらえらいの掘り込んできてくれありましたね。中年の中年による中年のための元ブログ豊本スタジオへようこそ。ということで今日はねツーリングということで同じバイクチームの N 君と同じバイクチームで元ブロガーの X ヒューズさんあと僕の3人でね走りに行こうかということで少し前から計画してたんですが昨日までねこの降水確率がもう 80% 以上だったのでほぼほぼ中止かなと思ってたのが朝からね奇跡が起きまして起きたら晴れてたみたいな形で急遽ね欠航ということになりまして今待ち合わせ場所に向かってるんですが慌ててね家を出たこともあって僕道を間違えてしまってね待ち合わせ場所に着くまでに早速もうワインディング走ってますよみたいな一汗かいてますよみたいなそんな中ね今向かってるんですけども実はね今日のツーリングちょっと気が重いんですね。というのはご一緒するこのお二人のバイクがですね見た目はね綺麗なんですけどもね中身が獰猛な獣ということで N 君はねドカティパニガーレ 1198S トリコローレ X ヒューズさんは MV アグスタ F3675RC 一気に言えたというね非常に見た目は綺麗やけどももう荒々しいね、まあ、獣のようなバイクに囲まれてね僕のバイクはね名前こそモンスターですけども非常に飼いならされた怪物なんでねおとなしいんですよ。だからねこの荷台にねちょっと噛み殺されへんかなというね心配があって気が重いんですけどもなんとかね頑張って今日はついていけたらなというふうに思ってますんでとりあえず待ち合わせ場所に行きたいと思います。到着おはようございます。ちょっと寝坊した。箕面のジャンクションで違う方向に行ってしまった。こう行ってこう行ったみたいな。さあ今日の敵はこいつとこいつ。緊張感あるな今日は。峠で SS をかもってやる。ピカピカやな。磨きすぎました。もうぬらっと来てるね。ぬらっと素晴らしい磨こう。ということで、前にはパニガーレ 1198S トリコローレ後ろには MV アグスタ F3675RC というね恐ろしいバイクに囲まれて今ね、深山を目指してね走っております。関西ではね有名な、まあ、ツーリングスポットというか、非常に走りやすい道でございます。今日もやっぱりね気持ちいいいい天気になりました。ちょっと車とバイクが今日やっぱり多いんですけども目的地に向かってねぼちぼちと行きたいと思います。日吉ダムまで 2.2 キロ。気持ちいい道やな。最高やな。ここですね、道の駅スプリングス日吉というところに到着です。オーライ。はい、はいはい、そうですね。さあウォーミングアップ完了ですか。行きましょうか。ということでここは日吉ダムというところです。今からこのねダム周辺の、綺麗な道をね3台で、がっつり走るというところで行きたいと思います。どんな映像になるでしょうか。今回ねリュックサックの方にこの竿を刺して撮ってますけどもこれ自分一人でやったらめっちゃコミカル映像になってしまいましたので今回はね前後にいるお二人を中心に撮れたらなと思ってます。
はい、ということで道の駅美山ふれあい広場に到着しました。気持ちよかった。やっぱいい道ですね、美山、最高です。はい、ありがとうございます。このお近くですか？私京都です。あ、そうですか。ここはよく来るんですね。あ、そうですか、はい、コリドール、あそこよく行きます。あ、そうですか、はい、今度7月にね行かはるんですよね、はい、知ってます。はい、どうですか？行きたいですけどちょっと予定が合うかどうかな。いやでも感激だな。いや全然ウェルカムさっきまでこれで見てた人が。ちょっとこんなおっさんやったらの泥棒です、泥棒。これか。あ、これ。あら。かっこいい。やばい。えらいの掘り込んできてくれありましたね。えらいな、これは。これあれですよね、スクランブラーですよね。スクランブラー、カスタムしまくってます。カスタムだらけです。ですよね。すごい。この前のライト、これ見たことないです。この取り回しが。スクランブラーですね。エンジンもまさにそうやし、で、ちょっと待って、このロケットカウルは、ちょっと待てよ、これは外品やな、全部。これ、ベースは何やろ？クラシック。あーはぁ。こんなにいじってるスクランブラーってあんましお見かけしたことないんで、やばいですね、このモノトーン、モノトーンじゃないな。黒とシルバーのね。めちゃくちゃかっこいいんだけど。かっこいいっすよ。だって、こんなん、プロの仕事ですよね、このカスタム。これあのデライトさんのフルコンプリートなんです、ね、ですよ ね, ねじゃないとこんなバランスよくいかへんし、いかへんね。これはかっちょいい。これとね左右並べたらね、だいぶかっこええバイクその日来ますね。ドカティのポールスマートとか、トライアンフのねスラックストーンとか、でもう一台今度モトグッチのね V7 レーサーっていう、こんな感じで鏡面タンクの人めちゃくちゃ映えると思います。これはすごいな。ドラッグスター800 RC、 道の駅でたまたまお会いした翔吾くんと、あとこちらがスクランブラーのコンプリート車、すごい人たちとまた知り合ってしまいました。とりあえず今から飯食いに行きたいと思います。すぐそこ。